ヒルズンはオランダにあるソニーコンピュータエンタテインメントの古会社ゲリラゲームズが開発しソニーコンピュータエンタテインメントヨーロッパから発売されているファーストパーソンシューティングゲームのシリーズ。その代表的なゲームの一つである。略称は KG。敵キャラクターヘルガスト兵のコスチューム。近未来人類が宇宙へと旅立ち他の惑星に足を踏み入れた。 聖火入植時代における宇宙共和国、ベックタと独裁国家、ヘルガーンとの惑星国家間の戦いを描いた SF ゲーム。本作はコンソール専用タイトルとしてハードウェアの性能を活かしたグラフィックスと黒で統一された軍装と無機質なマスクに覆われ赤い僧帽をしたヘルガストと総称される敵キャラクターが特徴であり、インパクトからパッケージの表紙を飾ることが多い。 ジャンルは、一応の SF という体裁をとっているものの、登場する武器は実在する銃器をアレンジしたような、デザインの実弾系兵器が大半を占めており、近未来を題材にしたオーソドックスな戦争物、FPS に近い作風となっている。2005年に、第一作目、キルズンが PS に専用タイトルとして発売され以後シリーズ化。現在は、 PS2, PS3, PS4, PSP, PS、ビートのご騎士向きに6タイトルが発売中。もともと、ゲリラゲームズが、金というタイトルで、プレイステーション専用タイトルとして、ゲームの開発プロジェクトを行っていたが、1999年に、ゲームの技術デモの映像を見た、ソニーコンピュータエンタテインメントが、新しいコンソールに開発を切り替えるように、ゲリラゲームズに尋ね、 p s に用ゲームとして、キルズンが開発された。キルズン、キルズン2、2キルズン3、3キルズン、シャドウフォール、キルズン、リベレーション、キルズン、マーセナリー。ありがとうございます。